カブトバツビシャモンテンカブトバツビシャモンテンカブトバツビシャモンテン像カブトバツビシャモンテンは仏教の語法全身である天部の一つ。四天皇の中の北方の語法神であるタモン・タカ史は、独尊ではビシャモンテンと呼ばれて信仰されるが、このうち、地天乳の両手に支えられて立ち、二気を従える姿で表された特殊な像の名称である。カブトバツビシャモンテン像は一般に、 金鎖くりという鎖を編んで作った鎧を着し、腕には、エビゴテと呼ぶ防具を付け登場の宝冠をかぶる。持ち物は左手に宝刀、右手に宝棒、または矛で、見るからに異国風の像である。また、邪気ではなく、視点に及びに木の上に立つ姿である。カブトバツとは、最域カブトバツ国、すなわち現在のツルファンとする説が、一般的で、ここに、 微写門天がこの姿で現れたという伝説に基づく。また、刀抜け、途半などの字を当てることもある。造用は、当時像を忠実に模刻したものと、地天女の両手の上に立つ以外は、通例の微写門天像と変わらないものとがある。一方、カブトバツ微写門天は、日本で創作された名称だとする説もある。岡田県は、カブトバツ、刀抜け、 とはという言葉が中国には存在しないこと、当時で、カブトバツビシャモンテンという言葉が初めて使われたこと、当時像が、元は、ラジオモンに安置されていたという伝説が、鎌倉時代に創出されたことを指摘した。2020年に、奈良国立博物館で開かれた特別展、ビシャモンテン北方沈後の神でも、同様の見方が示され、カブトバツビシャモンテンと呼ぶのが通例になっているが、 そう呼ぶ根拠は不明とした。国宝に指定されている。このカとトバツ門天像は、かつてラジオの牢城に安置されていたという、重要文化財に指定されている。岩手県花巻市東和町北成島に位置する、成島ビ沙門堂道にある、契約材の一木像で、造高は4.73メートル。一木像のビ沙門天立像の中では、日本最大の像で、 国の重要文化財に指定されている。平安時代中期の作と推定される。腰帯の下に幅の広い腰帯をつけているが、この構成は山形、立石寺の美写門天立像をはじめ、岩手、里市福美写門堂の兜と伐美車門天及び、美写門天三尊像のうちの中尊像、岩手、立花美写門堂の二天王立像及び、美写門天立像など、 東北地方に伝存する平安時代の新章系の作例にしか伺えない特徴的な形式である。なる島美写門堂に隣接する熊野神社では全国でも有名な泣き相撲大会が毎年行われている。ありがとうございます。